こんにちは、授業準備 TV のゆめのんです。毎朝学級で行う朝の会、健康観察や宿題チェック、スピーチなど定番のルーティーンがあることかと思います。そんな朝の会でつい指導しすぎてしまい、朝からクラスの雰囲気がなんてことも。今回はそんな経験があったという投稿者の先生にお寄せいただいた、主体的で楽しい朝の会にするための実践をご紹介します。ぜひ最後まで見て、明るい朝の会になるよう参考にしてみてください。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。投稿者の先生は、主体的に楽しめる朝の会にするために、朝の会の最後に楽しい時間を行うことにしたそうです。楽しい時間を朝の会の最後に予定することで、先生ご自身でマイナスの空気を作るような時間や雰囲気にならないよう予防することを狙ったとのことでした。投稿者の先生は簡単な実践として丸×クイズを用意したそうです。ポイントは、学習とはあまり関係のない内容から始めることだそうです。そうすると子どもたちは参加しやすくなります。丸×で出題するクイズを意外な答えにしたり、全員が分からないようにすることで、失敗感を与えずに子どもたちの聞きたいという気持ちを引き出すことができます。この実践を続けていくうちに、子どもたちから主体的にクイズを出したいという声が上がったそうです。図書室で借りた本からクイズを出題したり、自主学習で問題を作ってくるという子どもたちもいたそうです。たった一つ朝の会に楽しい時間として丸×クイズを入れたことで、楽しい時間の文化が続いたとのことでした。ちょっとした一工夫ですが、朝の会を楽しい時間にして、明るい雰囲気で1時間目を迎えることができそうですね。朝の会の実践についてはこちらの動画でもご紹介しておりますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。今回は主体的で楽しい朝の会にするための実践をご紹介しました。丸×クイズ以外にも朝の会で取り入れているアイデアがありましたら、コメントお待ちしております。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。